とパンプキンカービングするためのパンプキンを買いに来ました。いつもですねアメリカは9月の後半ぐらいからいろんなところでこういうようなパンプキンファームというものが開かれます。ここでみんな秋の収穫祭を祝わしようということでパンプキンを買ったりとか、ここは周りの迷路があったりとか、あとはヤギとかを触れるコーナーとかもあったりします。今からいろいろ巡ってみたいと思います。まずはパンプキン売っているところをちょっと見てみようと思います。こういう風にサイズ順に並んでて、ここが大きいのからあっちの小さいのまで揃ってます。めちゃめちゃ大きいんですけど、これで25ドルぐらいしますね。私はこんな大きなのはカーブしたことないので、小さいのを買ってみようと思います。でもめちゃくちゃいっぱいある。これぐらいのサイズでいいと思うので、ちょっと今回はすぐカーブする用と、あとハロウィン直前にカーブする用と2つ買いたいと思います。どうだろう、どんなのがいいかな。でも大きさはこれぐらいでいいと思います。これぐらいのやつがカーブしやすいかなと思ってます。これめっちゃ綺麗ですね。これで7ドルです。はい、この2つにすることにしました。こっちのはちょっと丸横に長くって、こっちのはなんか縦に長いからちょっと可愛いかなと思ってこれにしました。セッティングもあります。ヤギさんばっかだよ。今からトラクターライダー乗ってみます。パンプキンステーション、ハロー、はい、このファームでは季節によって広大な土地にたくさんの作物が育てられています。今の季節はパンプキンをはじめクリスマスツリーやトウモロコシ、ひまわり畑などがありました。今ひまわり畑にいます。すごいここのひまわり遅咲きみたいで、お話によれば昨日とか今日ぐらいから咲いてきたみたいなんですね。で1個クリップ貸してもらって、クリップで切って1つ2ドルで買うことができるみたいです。フレッツ結構咲いてるかな。あと1週間後ぐらいに来たらすごい満開のひまわりが見れるかもしれないです。この辺は結構咲き始めてる。これが2個ついてるからこれにしようかな。じゃあここら辺ぐらいから。ありがとう。じゃあこの子を持ち帰りします。よろしくね。今からトウモロコシの背の高い中に入って、迷路があるのでちょっと中に行ってみます。パンプキンです。これも何個か買おうかな。これ2ドル、普通の形のだけじゃなくていろんな形のもあります。なんかスクワッシュみたい。これはあとミニコーンイヤー、あ、これコーンか、かわいいコーン
のなんかドライした飾り物もあります。ほんと可愛い。あ、小さいのもある。小さいのもあります。この子たちを買いました。2つの後ろのパンプキンはカービング用で、あとここの4種類は飾り、お家の飾り用にしたいと思います。かわいい。